盤上弱いぶつかり風の状況が続きます終盤戦の競争水面です。第11レースの土屋選抜戦が始まります。対戦メンバー1号艇群馬勝ち清水木、2号艇群馬山崎小羽根、3号艇東京渡辺学美、4号艇志賀小野桜、5号艇岡山金田裕子、6号艇香川門田詩織、以上6名の対戦です。コース争い動きがなく1コースに入ります1番の8つ初戦は3着、今季はここまで好調8走運転人気の中心です。2、3コース2番の前半戦は0台決めています。2コース2番の山崎は前半戦は0コースに戻ってきました。3コースに3番の渡辺、前半戦は2着としました4番の小野が4コースの可動位置、前半戦は6着競り負ける展開でした5番のカナダは5コースから6コースに6番のカナダと決まります。第11レースポジションが決まってスタートまでは10秒を切ります。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番と決まっています。